はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と医療生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、是非献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、過去にね、左足首をね、交通事故で骨折したことがありましてね、昨日からね、そこがね、急に痛くなってきたんですよ。あれはね、12、3年前ですかね、その原付でね、停車中にですね、後ろからね、軽自動車にね、ドーンって突っ込まれたんですよ。そのまま10メーターぐらい飛ばされて、最初は何が起こったかわからなくてね、いきなり耳が聞こえなくなって、無音状態になったと思ったらですね、前を向いてたのに空が見えて、で、アスファルトが見えて、で、また前が見えて、次の瞬間にはね、アスファルトに叩きつけられてたんですよ。でもまだ無音でね、どこも何も痛みも感じないままうつ伏せで、で、顔はね、横を向いてましたね。なんか道路やのにね、そんな状態なんで、全身が気持ちよくなってきてね、このまま寝たらもっと気持ちいいんやろなーって気分になってきたんですけども、こう周りにはね、人が集まってきて、もう道路は渋滞になっててですね、こうざわざわしだしたら耳が聞こえるようになってきたんですよ。で、それと同時に全身に痛みが出てきまして、もう意識はずっとあったんですけどね。ほんで、そんな状態で足首だけがすごい一番痛くなって、でそのままの状態で警察が来て意識確認をされて、で救急車が到着して、人生初のね、ストレッチャーでね、車内に搬入されて病院まで搬送されました。追突事故ですわ。大阪弁で言うたらお釜掘られたっていう感じなんですわ。でそんな激しい事故やったはずやのにね、左足首のね、虚骨っていうところの骨があるんですけども、足首の奥底にある骨だけがね、骨折しただけでね、進みました。でその左足首が痛くなり始めたんですよ。でそういえばね、12年前に治療した銀歯もね、最近抜けたし、それと同時期にね、怪我した足首が痛くなってきたってことはですね、先日抜けてしまった銀歯と同様、その免疫抑制剤のね、副作用で骨が脆くなってきたのかもしれませんね。そしてその痛み出した経緯なんですけどもね、昨日のね、昼3時頃にね、昨日の動画を撮り終えてね、洗濯物も取り込もうとしてベランダにこう一歩出た時からね、違和感がね、始まってですね、最初はね、あれって感じやったんですけどもね、畳んでタンスにね、服をしまう頃にはですね、痛みがちょっと増してきてですね、でちょっと休憩してから編集をし始めてしばらくするとですね、椅子に座ってられへんくらいね、痛くなってきてね、で立って足に体重かけてる方がね、マシなくらいになってきたんですよ。なのでね、相当痛みが増してきてるんですわ。立ってる方が楽なんですよ、本当にね。でも我慢できるぐらいなんですよ、まだね。でもそうしてたらね、やっぱり編集してたらね、いい時間になってきたので、家族の晩ご飯を作るのにね、台所にとんかつをあげてたらですね、痛みが軽くなってきてですね、ほんまに立ってる方がマシやわーってね、思うようになって、でとんかつを3枚あげ終わった頃にはね、痛みがね、なくなってたんです。で、こうなったらね、もうね、あ、気のせいやなーって思うようになって、もう気にしなくなったんです。でほんで、そのままね、自分のその流動食を作り終えて、で食卓に座って飲もうとしたらね、またね、痛みが出てきたんですよ。もうそっからはね、立ってても痛みが消えないようになってしまってですね、どうにもならなくなりました。で最初はね、その左足首だけがね、痛かったんですけども、そのふくらはぎからね、膝に上がってきて痛みがね、で太ももにきて、でしかもね、足の外側ばっかり痛いんですわ。ほんで寝る前にはね、股関節の内側の方までね、来てましたね、痛みが。疲れが溜まってるんですかね。原因として考えられるのは毎朝の運動ですよね。縄跳びとウォーキングです。で変わったことといえばそれぐらいなんですよ、ほんまに。でほんで、ちょっと恥ずかしい話なんですけども、おならをするとね、ブーっていうその感じる振動があるでしょ。体で感じる振動あるじゃないですか。皆さんも絶対あると思うんですよ。あの振動がね、足に響いてね、痛いんですよ。もう恥ずかしいんですけどね、ほんまなんですよ、これ。嘘ちゃいますよ、ほんまなんですよ。ブーっていう振動が、ちょっとね、肛門ちゃまが言えるこの振動がですね、この足に響いて、痛いところに響いて、痛いんですよ。家ではね、シンプルに気持ちよく僕やるわけですよ、勢いよくね。でもお外ではね、もし誰か他人といてるとですね、普通にはこけないので、ちょっと我慢しますけども、でもね、今は気持ちよくこけばこうほどね響いてすごく痛くてね後悔するんです。でそして未だに相変わらずのその皮膚の表面が麻痺しててねしびれてる感じもずっとね続いてます。しかしね、むくみはなくなりましたね。むくみっていうのはですね、体にその野菜不足とかその他の栄養素が足りないことによってですね、体の細胞のね各細胞のねその内側と外側の水分のバランスが影響に出てるんじゃないかってね考えられてるんですよ。まあこのことからですね、僕はその最近ねここ何ヶ月間かはその野菜生活を送ってますので、気づいたらね体がむくまないようになってきました。野菜生活といってもね野菜ばっかりちゃいますよ。野菜オンリーではないんですよ。ちゃんとねご飯お米もねお肉も魚も食べてますよ。正しく言えば野菜多めの生活です。とそんなねしびれて麻痺してる状態が続いてて、さらに痛みが出てきた状態でもその毎朝欠かせないその縄跳びとウォーキングをね今朝はねしに行ったんですよ。そんな体やったらもう無理に運動なんかせんでもええのにっていう心のどこかでね思うんですけども、その毎日やってるとね習慣になってきて、やらないと気が済まないというかね、そんななんか気持ち悪いんですよ。習慣っていうのはその面倒くさいことを習慣化するとね慣れるんです。習慣の間は慣れですからね。そしてそのできることをさらに続けているとね、さらに変化を求めるようになって成長へのステップアップにつながるんです。でそして習慣化された以外の僕の心の中ではその昨日の自分に負けたくないっていう考えがねちょっと芽生えてしまって、いつものように朝起きて体重血圧を測ってお白湯を飲んで、寝起きから30分たった頃合いでね縄跳びとねウォーキングに出かけました。縄跳びを跳び始めるとねその足の痛みがねちょっと薄れてきて、その目標の連続100回をね飛ぶことができて、最近100回飛んでるんですよ縄跳びね。でウォーキングをし始めたらもういつもの調子にね戻りました。運動することによって痛みが和らぐっていうのはその体にとってはね自然なことらしいんですよ。その痛みがある状態でさらにそれを超えるようなね負荷を体のどこかにかけるとね、その脳の中でエンドルフィンというその鎮痛剤のようなねホルモンが分泌されるらしくてですね、もともと痛かった箇所の痛みがね鎮静されて和らぐようなんですよ。痛みを感じる感覚がね脳の中で錯覚してるみたいなだけなんですけどもね。で家に着いて少し座って休憩したらねまた痛みが出てきました。もう何なんでしょうねほんまにね。ただのね疲労が蓄積されてるだけならいいんですけどね、先ほども言いましたけどその免疫抑制剤をね飲んでる影響でその骨は多少はね脆くなってるとはね思ってるんですけども、脆くなってて痛みが出てきてるのかもしれません本当に。疲労骨折じゃなかったらいいんですけどね、疲労骨折はねしたことないからどんな症状かはね分かりませんけどもね。でも骨折したことあるからね痛みは知ってるんですよ。めっちゃ痛いのでそこまでは痛さはないんです。その交通事故のよりも前に過去にねその野球部やった時に突き指で骨折してるし、ちょっとダサいでしょ突き指で骨折ってめっちゃダサいんですけども、でその小学校の頃にもねちょっとねあることがあって骨折したんですよ。そんなんもあるんでもう骨折ってすごい痛いんですよ。だからねそんなほどじゃなかったんですけどもね、体に優しくほどほどにしておきます。実際もう今もね痛いんですよ。今は膝が中心に痛いですね。足首も痛いですけども、ほんまに膝下です。太ももの方はちょっとマシになってますけどね、股関節とかね。ほんまにどう気をつけていいかわからんけどね、とりあえず気をつけていきます。今日は以上になります、最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。